シュルテンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク軍に、属すし、同盟の行政共同体の本部所在地である。シュタットプローツェルテンは、シュペッサルトの南端、マイン川のいわゆるマインフィーアエックに囲まれる位置にある。本市は、公式には3つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ノイエンブーフは、 中核市区から2キロメートルの距離にある。シュタットプロツェルテンは1287年に初めてシュタットとして記録された。マインツ選定校の行政府は1803年にアシャフフェン公領となり、1814年にバイエルン王国に併合された。1818 18年の市町村令を含むバイエルン王国の行政改革で現在の市となった。 この年は2005年に、都市圏、獲得650周年を祝った。しかし最初の名前を挙げての記録がいつであったかは、確定されていない。シュタットプロツェルテンの市議会は、市長を除いて12議席である。銀字に楼門と青い屋根のある赤い城、門の上には、金文字の、B が描かれている。塔の両側には、顔のある金の太陽と顔のある金の三日月がそれぞれ、 輝く。ヘンネブルク条約局シェフラータンツシェフラータンツのパレードこの伝統的な祭りは1517年のペストの年に生き延びたミュンヘンのオケやツンフトのメンバーが生きていることの喜びをたたえて通りを練り歩いたことに由来する。1830年頃からオケ職人会がこれを例えばエッゲンフェルデン、フロンテンハウゼン、ガイゼルヘリング、マインブルク、ミュールドルフ、 ムルナウ、ケルハイム、ランツフート、パルテンキルヒエン、バッサーブルクといった他の町に広めた。シュタットプローツェルテンでは、1887年に、最初のシェフラータンツが行われた。この行事はこの後、2013年、2020年、2027年に、開催される。どうでもこの行事の起源は、ペストの時代にいたよう家から運び出す儀式に由来する。 遺体運搬人は街を通るときに鐘を鳴らしながら、へいよ、どうでもう、もう家込むとえんあるんどろうと叫んでいったのである。今日では、わら人形を先頭に通りを行列が練り歩き、この行列に向かって家々からお菓子が投げられて、子供たちを喜ばしている。わら人形は、最後は焼かれてしまう。どうでもは復活祭3週間前の週末に、開催される。 この行事は公式には、当でもと呼ばれる。ありがとうございます。